盗作は他人の作品の全部または一部をそのままで自分のものとして無断で使う行為。また、そうした行為によってできた作品。表説とも呼ばれる。オマージュ、パロディとは区別される。盗作とは他人の作品の一部をそのままで自分の作品として無断で使ってしまうによって使用してもよいとの明確な許可を得たりするなどといったこともなく、 あたかも自分のもののように使ってしまう行為である。また、作品のこと、つまり、そういう行為によって、結果として、誰かから、本当の作者でない人が、あたかも本当の作者で、あるかのように思われている状態のことであり、その作品と偽の作者の名前とが、作品作者という関係にあると思われてしまっている、状態にある、その作品のことでもある。 特に他人に著作権がある著作物の一部をそのままの状態で勝手に自分のものとして使うことは法的には著作権侵害にあたり犯罪である。例えば日本では日本の著作権法に規定されているように思想または感情を創作的に表現したものであって文芸、学術、美術または音楽の範囲に属するものであれば作者には著作権があり、 それの一部をそのまま勝手に使用すれば著作権侵害にあたる。表現手法、アイディア、企画等でも法的に創作性が認められる内容については勝手に自分のもののように使用すれば著作権侵害にあたる。ただし、法的に著作権が認められていないようなもの、すなわち思想または感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術または 音楽の範囲に属するものではないものに関して作った人に無断で自分が作ったかのように扱うことは法的には著作権侵害には当たらないのだが道義的倫理的には重大な不正行為や倫理違反とみなされることは多いそれがどの程度に深刻な不正行為とみなされるかという程度は分野によって異なるまたどの程度で真っ黒とみなされるか 黒に近い灰色とみなされるか、あるいは黒と白の中間あたりとみなされるかも分野によって異なり、それぞれに対して下される処罰も分野によって異なる。分野によっては裁判で著作権侵害の罪で追及され判決が下されるよりもむしろ重いような処罰が下されることもある。例えば科学の世界では科学者の一部には科学論文を執筆するときに 他の科学者の書いた論文の一部を勝手にそのまま自分の論文に取り込んでその部分をもともと自分が書いたかのように発表してしまうという盗作を行う者がいる。こうした行為は科学の世界では科学における不正行為とみなされ重大で深刻な倫理違反とみなされ各国の公的機関や科学における不正行為問題を扱うための委員会などによって捜査 調査が行われるなどして、盗作の事実があったと認定されれば、それを行った科学者は、大学の教員であればその職を解雇され、また科学界から追放されるなどの処罰が下されている。報道の世界では、ある報道記者が、彼自身が当事者に連絡を取りを取り、対象者のところまでわざわざ移動して、直接会って取材した上で書いた記事の一部を、 他の記者が勝手に書き写して自分が取材、執筆した記事であるかのように公表するという盗作が時折起きる。記事の一部をそのまま書き写すことも明確な盗作であるが、記事の内容の核心部分を投用する場合も報道倫理の審判とされ、報道関係者が集う場で追及が行われる。例えば週刊新潮の記者が取材指導士に掲載したスクープ記事を かなりの長年にわたり、文春社の週刊文春部門が電車の中吊り広告の文章を作成し、記事内容の革新部分も週刊新潮のスクープ記事をほぼそのまま流用して使用していたという事実が2017年頃に発覚した。これなどは記者個人ではなく組織ぐるみで行っていた深刻な盗作である。ただし、報道の世界では、 紙面での大々的な告発やそれに対する反論という形になることが多い。小学生が学校の課題で言ってしまった投作では、例えばある小学生が学校である書籍について読書感想文を書く課題を課された時に友人や家族の読書感想文などを見て、それを書き写して原稿用紙の冒頭に自分の名前を書いて、 あたかも自分が考えて書いたかのように見える状態で、教師に提出したりすることも盗作であるが、小学生の読書感想文の盗作が、著作権侵害の罪で裁判所に提訴されることは、行われていない。ただし、盗作の事実が発覚すれば、教師はその生徒に注意をし、その読書感想文に関しては、提出されなかったと同等に扱ったり、点数をつけている場合であれば、 零点としたり、あるいは大幅に減点する、という措置が取られる、といったことが、一般に行われる。だが、盗作の読書感想文が盗作と気づかれず、優秀な作品として、教師や学校から高評価を得て、全国の読書感想文コンクールなどに出品するに、値するなどと推薦され、そうされてしまい、入賞後などに盗作だと発覚すると、大問題とみなされ、一種の、 事件のように報道もされてしまうことになるわけで、実際にそうしたことが起きたことがある。盗作の類義語として用いられる用語に、パクリがある。パクリとは、盗んだもの、盗んだことを意味する名詞である。また、盗作よりも抗議であるため、著作権侵害とは関係のない場面においても、使われる。例として、パクられるは、盗まれるという意味もあるが、逮捕されるという意味もある。 学術会や高等教育会で発表、提出された文書での投作については、盗用を参照のこと。ありがとうございます。